中国語を使ってください。さて、本施設は森林林業緊急整備事業を活用いたしまして、丹波市産の木材をふんだんに使用して建設とさせていただきました。地域の木材業の衰退が危惧される中におきまして、地域産木材の有効活用を図り、木のぬくもりが感じられる木造施設の建設により、個人住宅への波及効果とか地域産木材の需要拡大を期待するところでございます。まさに丹波市の玄関顔として、新たにできると思っているこういう施設が素晴らしいものとして、発展されていくことを心からお祈りを申し上げ、また改めて大津丸の皆さんそれぞれのお立場で、ご活躍いただくことを心からお祈りを申し上げます。県の立場からご祝いのお答えをさせていただきたいと思います。本日は本当におめでとうございました。